でやってるんですよ、うち。あ、サイズが。そっかそっかそっか、このくらいのやつだな、うん、っていうのは土がたくさん入れないといけなくなっちゃうから、はいはい、土代がね、とにかく高いんです、うん、了解です。そっかそっか。で土もやっぱりいい土用しないとね、そうみたいな、酸性が強い土だったりすると枯れちゃったりするんですよね。はい、そうだな、それは言えるな。去年一昨年がやったやつは良くないって言って、今年は少し高いやつ買ってもらった、うんうん、そうなんですよ、うん、土にもよるんですよね。はいはい、みたいな感じで大丈夫ですか？大丈夫、十分。なんかそんなに目の前ちょっと雑然としてる。はい、でもここ映らないから。映らない。これね、こっちを。これ使わないんでしょ？あ、これ使うんか。あ、そうです。皆様こんばんは。8月17日月曜日、251回のしゃべくり松代の時間です。今日の松代はですね、朝から雨が降っておりましてですね、夕方になりましてようやく雨が止みました。松歩きセンターもね、ちょっとエアコンを入れて、涼を取っております。はい、今日ですね、ゲストをご紹介いたしますけれども、松代町、若穂川田にお住まいのですね、宮沢達恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宮沢さんはですね、園芸福祉アンズの会の代表を務めている方なんですけれど、今日はこの園芸福祉アンズの会の活動についてですね、お話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。ちなみにですね、園芸、福祉アンズの会っていうのはどういう会なのか、ちょっとご説明いただけますかね。はい、まず園芸福祉っていう言葉なんですけれども、まあ大好きな園芸を通して、うん、地域の人々と交流してみんなで楽しく幸せな気分になろうという活動をしている、うん、そういうのが園芸福祉ということです。はい、このきっかけっていうのはどういうのですか？はい、平成18年に、うん、輝き広場松代というところで、はいはいはい、園芸福祉初めの第一歩という講座を受けまして、うん、園芸福祉協会の先生が講師になられて、講座を受けました。はい、でそこから発足したのが私たち園芸福祉アンズの会です。当初は何人ぐらいでした？当初はね、30人ぐらいいたんですけどね、うん、現在はね、うん、男性3名で、女性が11名、合計14名です。それで頑張ってらっしゃる。そうですね、やはり活動がもう今年で丸々9年、やしかけ10年目になるのでね、やっぱり60代から始めると70代。65歳で始めると75になってしまうとね、やっぱりね、皆さん足腰が弱ったりとかね、まあいろんな問題が出てきて、なかなかね、活動しづらい。大変です。はい。じゃあこれもまた後で募集ですね。はい、よろしくお願いします。ないですね。で、場所的なもの、松代保健福祉センターか。はい。松歩きセンターが今ここにありますね。ここにありまして、これから東城の方面へ行きますね。で行きますと東城小学校があるんですが、その一歩手前を左に入っていきますね。そうするとここに国民宿舎松代荘があります。それを隣ですね、その隣が、松代福祉センターじゃなくて、そうだね、松代保健福祉センターですね。はい、はい、そこで活動拠点となってますね。はい、でちなみにまあ、ここで活動してるんでしょうけど、まあ、拠点はそうなんですけど、いろんなところでやってらっしゃるじゃないですか。そうですね、どこでやってらっしゃるの？一番は松代保健福祉センターの駐車場の花壇なんですけれども、うん、はいはい、あと松代の駅前の花壇ですとか、はい、それから松代病院さんの花壇の中庭の花壇の植栽をお手伝いしております。うん、あ、そうかそうか、入っていった真正面のところという形ですね。そうです、はいはい、まあ、そこを管理
しているっていう形になるんですかね。そうですね、うん、病院さんはうん、あの植栽だけ担当させていただいて、うん、あと管理はあの病院さんの方で、うん、あのしてくださるということで。あ、なるほどね、はい、分かりました。あとこれ活動年間の活動みたいな形ですね。ちょっとこれ見ていただいて、まあこういう形で、まあこれ大きな、まあ、プランタンって言わないよね、これ箱ですね、あの育苗箱ですね、はい、はい、ここへ種をまきまして、これが発芽した状態です、はい、うん、であの発芽もね結構温度管理ですとか、はい、そういったものが難しいんですよね。私たちあの3月に、はい、あの3月の下旬ぐらいに、あの夏用の花壇の、うん、例えばマリーゴールドですとか、うん、それからあとそうですねダリアですとか、うん、ペチュニアですとか種まきをするんですけれども、3月ってまだ寒いですよね、まはい、あの各自家に持ち帰って、はい、これを、うん、あのホットカーペットの上に置いたりですとか、それから中にはこたつの中に入れたりですとかね、それからあのお風呂場のところに置いたりですとかね、はいはい、そうやって温度管理をして、うん、あの発芽適温っていうのがあるので、その温度にならないと芽が出てこないんですよね、うん、ですから苦労して皆さんあの育てて発芽させてます。こういうその、まあ、育てなきゃいけない、でもこういうの皆さん勉強してからっていう形かね。ですからあの杏の会に入っていただきますと、それがみんな教えてくれるか、はい、なるほどね、はい、みんなが先生です、はいはい、そういうことね。了解でございます。さてこういう形で、保健センターの周りですね、こういう形で綺麗にできてるんでね、ちょっといいなと思って。あ、これは何ですかね、これ交流会。あ、そうですね、うん、あの毎年5月の第3水曜日って決まってるんですけども、苗でつながる交流会っていうのを開催してます、うんうん、でここではあの一般 の, あの方 の, あの苗とお持ちいただいて、はい、あの交換、うん、苗交換をしたりですとか、それから私たちあの会員が育てた、大事に育てた苗を、あの本当に安価で安く販売してます。それも多少資金になるんですか。そうですね、私たちね資金ってねなかなかないんですよ。ですからあの年会費が500円、うん、それからあのボランティア保険代が300円、うん、あのそれぐらいの収入しかないもんですから、まあ、苗を育てて、本当に安く販売して、それがまた次の活動につながるっていう、あの苗でつながる交流会ということでやっております。ね、でもまあこういうふうなね、あのまあ、植え替えしたりとかやらなきゃいけないじゃないですか。そうですね、結構労力いるよね。そうですね、うん、でも、植えるのがいつ頃になるのかな。3月でやって5月ぐらい5月ぐらいですね、5月の下旬ぐらいですね、うん、それとあと、まあ、8月に種次 の, あのパンジーですとかビオラの種をまきまして、10月の下旬ぐらいです。うん、これもみんな各自で持ってって育ててもらうっていう形ですね。はい、なるほど。管理はねなかなか難しいので、やっぱりあの個々にね、あの一生懸命管理してます。うーん、なるほどですね。まあ、こういう形でね結構綺麗なんだね。だけどこの周りって、マスルソーさんもあったり、そうですね、隣が、機能訓練センターさん、訓練センター、はいはいはい、はい、そうですね、そういったものが、うん、あと輝き広場もあるし、それとあと隣が保健センターだね。そうですね、だからそれで老人憩いの家さんもありますね。まあ、そういった点ではこれ見てもらうきっかけってものすごくあるね。そうですね、皆さんあの利用してくださる方がもう喜んでね、うん、あの楽しんでいただいて、うん、ね、あの機能訓練センターさんに、はいはいはい、あのお泊まりの方もリハビリを兼ねて、うん、この、 あの花壇散歩なさったりですとかね、まあ、あのそこでお声をかけていただいたりするのがね、とっても私たちの励みになってます。あ、なるほどね。まあ、マスロソーさんだってあれだね、この、宿泊したお客さんもこうやって朝回ってきてこういう見る機会ってのあるかもしれないですね。そうですね、うん、ね、これもあれですかね、水くれたりとかってやらなきゃいけないじゃないですか。あ、もちろんそうなんですよ。それはどういうふうな形でやってらっしゃるの。あの会員で宮沢さん一人でやってる。いや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 、そういうことないか。会員でね、当番制でやってますけどね。でも毎日くれなきゃいけないでしょ。そうですね、もう雨が降らないと毎日、うん、あの交代でね、うん、結構ね1時間ぐらいかかるんですよこれが。あ、そう、結構これあのここばっかじゃなくて結構広いんだよね。そうなんですよ、うん、プランターもありますし ね、こういった感じのね、はい、広さがあるんでね、ここの中でやるって今みたいにおっしゃったみたいに大変は大変だね。そうですね、
これはマッスル病院さんだね。そうですね、うん、はい、まあ、こういったいろんな植栽を植えるっていう形で、あれですね、まあ、これみんなで写真撮ったあれですけど、ね、結構綺麗だ ね。これだけど苗はこちらはやはり病院ということでね、うん、なるべく咲いてるものを、うん、すぐに皆さんにお見せしたいということで、はいはいはい、苗を購入して代金は松代病院さんの方からいただいております。なるほどね、あれは勤労奉仕じゃないけどもまあ、やるってことだね。そうですね、うん、これでもこれやるときに、まあ、耕したりとかって1日でやっちゃうんですか？そうですね、病院さんで一応まあ、下準備をしていただいておりますので、植栽植えることは1日でやってしまいます。あ、なるほどね、はい、なんかあれですかね、こういう植えてなんか良かったねとかって言われたことある？そうですね、やっぱりまあ、足を手術された方がね、うん、私たちが植えているのをご覧になっていたそうで、うんうん、そのついに、まあ、ちょっと手入れに行った時にね、あの時は歩けなかったんだけど今日はリハビリで歩けてここまで来れました、うん、ありがとうございます、うん、みたいなね、お花植えてもらって嬉しいですみたいなね、お話をしていただいたりですとか ね、私たちが植えているのを 見ているだけでなんか結構ギャラリーが集まってきますね、はい、であなたたち その元気な植えてる姿も、うん、見るだけでいい自分たちも元気もらえるみたいなことをねおっしゃっていただいたりね、 それがまたね励みになりますね、うん、そういうことね。これで参加する人ってのはこれ何人ぐらいなんですか？全員出るんですか？いや、まあ、その時の都合でね、時の都合でね、はい、流れでね、分かりました。これでもあれだね、こういった形でやるっていうことになるとやっぱり日にちを決定しなきゃいけないじゃないですか。そうですね、はい、雨の日なんかできないしね。そうですね、まあ、うん、でも意外とね、うん、晴れ女がいっぱいなんですよ。あ、そうなんですなるほどね、分かりました。これの他にやっぱり今言った病院さんのあれって言ったらただ植えるだけじゃないんだよね。そうですね、なんかこういうこれは何だっけね、こういう一応デザインを考えてね、色の配色ですとか、はいはい、やっぱり病院っていうのはね、うん、ちょっと癒し系の色、パステル系の色を使って、うん、あまりきつい色っていうのはねちょっとこう、うん、よくない、あんまりね良くないので、とにかく優しい感じで色合いを考えて、うん、もう本当にデザイン画を描いて、ね、はい、うん、もうやっております。そういうことも考えながらやるっていうことですね、はい、はい。でもお聞きしたことによるとあれですね、毎年、長野市の方でやってるこういうその緑の今年は昨年が2014年っていう形で、ね、はい、そうですね、花と緑大賞というのがあります、うん、こういうのにも参加されてるっていうんだね。そうですね、一応市の方で、うん、緑化と緑育をね盛り上げようっていうことで、うんうん、そういう募集をしていただきまして、募集をしてるんですね、はい、そこへ参加してるっていう形ですね。そうですね、まあ、ここに、まあ、こういう形で、加藤市長も出てこういう形でね、はい、やっておりますね、はい、ここにも参加してここでもって表彰されましたという形ですね。はい、こういう形ですね。そうですね、優秀賞という形ですね、はい、はい、おめでとうございました。どうもありがとうございます。これもあれですかね、写真なんかは皆さん撮られた？はい、輝く交流広場で、うん、デジカメ講座っていうのがありまして、うん、こういうところにやっぱり写真をね、うん、応募しなければいけないので、うん、先生方に教えていただいて、うん、やっとこういうところに出せる写真がね、うん、が撮れるようになりました。そうか、ね、よかったですね。あとはあれですね、こういったのもあるけれど、いろんなその個人でも募集 OK なんですってね、こういうの。そうですね、写真を載せてくださるそうなので、まあ、これ期間が決まっているので、はい、詳しいことは、うん、市 の公園緑地課さんの方にお尋ねいただければ、うんうんうん、いいかと思います。なるほどね、こういうのも自分のうちでねやったり、ちょっと自信がつきたりちょっと写真撮ってやってもいいってことですよね。はいはい、あとはこれでね、この間の、13年にもこういうあれだね、審査員奨励賞っていうのを受けてますね。そうですね、はい。これは何やったんですか？同じあれですか？同じ場所で、はい、そうですね。なるほどね、はい、で、今年14年っていうと昨年か。そうですね、はい、これが優秀賞という形ですね、はい、今言ったこちらに載ってるのと同じですね。まあ、あとはもうこういった、皆さんがこういう管理している
ところですね。安全の会の植栽、それからこれは毎月やってる、ね、そうですね、定例会はね月に1回、うん、第3水曜日ってもう大体決まってますので、ね、はい、あとはあれですかね、これ皆さん楽しみながらやらなきゃいけないっていうの で、 そうです、ね、まあ、これ見ると、はい、4月なんかさ、これは26年、今年のあれですね、お遊びに来たのかな、うん、それ去年の、そうですね、あの桜桜お花見ですね、お花見ですね、はい、はい、それからあとこういう、はい、それも去年の暮れに紅葉狩りに行きましたね、うん、滋賀高原の方ですね、滋賀高原横手山って書いてある、ね、はい、そうですね、はい、あとは11月に、そうですね、これは戸隠方面、あ、戸隠奥社行きました、はい、っていうですね、はい、これでも2、4、6、7、8人行ってますね、そうですね、うん、あのやっぱりね、ボランティアってみんなが楽しくないとね、そうだ、ん、ね、はい、長続きしないのでね、うん、あのいろんなガーデン見学だとか、はい、それからお花見だとか、うん、もみじ狩りだとかね、はい、あの綺麗なものを見にみんなで、うん、行くっていう、あのお花好きな人はお花見ててもね、とってもね、うん、あの会話も弾むし楽しいんですよ、はい、なるほどね。じゃあ先ほど言った人数がちょっと足りないよっていうんで、こういう募集をね今かけてます、はい、いつでもいいんですか。はい、いつでも OK です。じゃあ輝き広場へ行って、はい、宮沢さんお願いって言って言えば OK ですねそうですね、はい、まあ、通していただければ、はいはい、あの一番簡単かなと思います、うん、年会費はいくらですか。年会費はね、たったの500円なんですよ。安いね。で、あのボランティア保険が300円、はい、年間800円しかかかりません。まあ、運営も大変ですけどね。そうですね、うん、まあ、あのいろいろ今日はほんの一旦しか聞からなかったんですけども、はい、まあ、元気で皆さんとやっていただければいいかなと思います。まあまあ、これから頑張っていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは予告の前にお知らせです、はい、ね、夢空間ですけども、8月の22日真田丸を巡ってという形でですね、松代公民館体育館で、行います、はい、今回はね、真田家の絆ということで、宝物館の学芸員さんであるね、リアトさんの方に来ていただいて講演をしていただく予定です。はい、ぜひ、参加いただければなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、お楽しみに。はい、続いてそれからじゃあ、はい、25日ですけども、はい、7時から、9時までですね、はい、町づくり研究会っていうのはちょっと伝承館の方で行います。はい、はい、で自転車による松代の町づくりということでね、はい、サイクリングのね、こういうふうにやった方がいいんじゃないかというお話、それとね、ワークショップですね、これもね一応やる予定出ますんで、希望あのあれですね、ぜひ参加していただければいいかな、ね、これからまた自転車ね乗るのにいいかなっていうのを思いますんで、真っ白でもこういう取り組みをしていますので、ぜひ参加していただければいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、それでは、来週の、はい、予告です。252回しゃべくり真っ白、はい、8月24日は、何をやるんでしょうか。はい、ですね、信州の里山トレッキングということでね、こういう本を、ね、発刊したんです。はい、でまあ、そういった人のこれ、ね、林さんって方なんです。清良にお住まいなんですね。はいはい、その方にちょっとそういったいろんなお話を聞ければいいかなと。あ、そうですか。何か真っ白の近くのトレッキングがあるんですか。あ、そうどの辺が出てるんですかね。ね、奇妙山だとかね、はい、最上山だとか、この近辺のあれで。あ、そうですか。はい、じゃあ身近なところなので、はいはい、まあ、そういったところもね、どういう形で、いいお話ができるかなというふうに思ってるんですけども、はい、真っ白紀尾野在住ってことですけど、なんか、昔から紀尾野の人なんですか。うんとね、
7年前にこっち来られて、ああそうですか、うん、それで、この町の歩いて、はい、だからその前からやっぱりそう山が好きだったっていうことで、ね、ああそうですかね、松代の関心のあるところをトレッキング、はい、やれればいいね、やってみて、はい、それでこういう、本を出したってことですね、そういうことですね、はい、分かりました、はい、じゃあ、はい、皆さんお楽しみに、はい、よろしくお願いします。